先生これ絶対毒キノコですよ。ルーク、それ以上言ってはいけない。まあそうなるわな。急に寒くなりましたね。泉が凍ってしまっている。向こう岸へ行くのは凍ってしまってるんなら上通れば。氷の湖20少ないな。上に乗ることはできるがどこまでも滑ってしまう。方向転換ができない。壁にぶつかった時だけ次に移動する方向を選ぶことができる。レイトンの周りに進行可能な方向の矢印が出るのでタッチして出口まで行けるかな。ドラクエで見た。こういうので大体急がば回れなんだよね。ぬる。ゴールがすげえグーグル集した。謎解きに移ろう。当然さ、英国紳士としてはね。お見事、すっかり覚えてしまった。先を急ごう。なんとかうまく渡れたね。さあ進もう。今1ってついてたね。ここ滑りますよ。スケートリンクだ。足元に気をつけて。氷の湖2。逆算すれば分かんない。最後ここから上に行けばゴールなんだよね。どうやってここに来るかっていうのを考えれば、ここに来るのはここだ、ね、ここにぶち当たっても OK だね。つまりここの何言ってるのか分かんないね。押した後つかないから。ゴールに行くにはこのルートを行かなきゃいけないから、ここに来ればいい。でここに来るにはここに来ればいい。ここに来ようと思ったらここに来ればいい。ここだ、でここに来ればいいね。どうやってここに来れるのかと、ここ行ってこう行ってこう行ったらいけるねっていうふうに逆算していけばね、最終的にここでゴールになるから、こうどうやってここに来よう。ここルート来るルートがないな。となると、適当に行きながら考えますか。連日問題こうやってね、こう言ってここからここ伝えながら行けばクリアじゃんって思うけどね。まあこういうのは大体急がば回れなんで。お、いけたいけた。ゴール。僕に任せてください。解けましたよ、先生。解けましたよ。お見事。でも本当の凍った湖には足を踏み入れてはいけないよ。大体途中で割れるから。クリアしなければいけないんだ。ということで、最初にここに来れば OK。ここに来るにはここ。はい。行き止まりだ。騙された。ダメだ、このルートではいけない。どうやってここで止まったんだよ。空振りだわ。じゃあここに入れない。じゃあここだ、こっち。
かっこちこちステーション。はこうでした。騙された。さあ謎解きに移ろう。ルーク、これが答えさ。お見事。アイススケートの名手だったら自由に移動できるかもしれないが、それだと謎にならないぞ。何回氷の泉渡っとんねん。あ、終わった。やったね。もういいかな。いけたね。が見えてきたか。ここ。この橋本当に渡れるんですか。怖いのかい。だってこんなところから落ちたら死ぬ。こういう場所を渡るときはね、この橋渡るべからず。だったら真ん中を行こう。壊れかかった橋がある。怖がりのルーク少年は足がすくんでしまい、一歩で板1枚か3枚という変な進み方しかできなくなってしまった。今いるところから板を踏み外さないように渡り切ってほしい。ただし幅が狭いため左右の足を入れ替えて踏むことはできない。後戻りもできない。さあ足跡をつけていこう。一歩一歩三歩一歩、そういうことね。一歩一歩三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 歩一歩一歩、ゴールとは違う。一歩三歩一歩三歩三歩三歩、戻れる。後戻りできんじゃねえか。最終的にここに一歩に行かなきゃいけないから、逆に考えるとここに三歩で行かなければいけない。つまりここに一歩一歩、じゃあここだ。さて、これでどうかな。ルーク、これが答えさ。ルーク、これが答えだよ。9歩目でゴールにたどり着く。最後の一歩が左足になるように足を進めなければならないのである。確かに極め切れたけど、怖いものは怖いですよ先生。謎100。あれかな、マリオの一キャップ取るために自殺するみたいな感じかな。ここを馬車通ったね。こんなとこ通れんだろう。OK かな。うん、大丈夫そうだね。渡ります。さあ、たどり着いた。今さら怖くなったので、ね、行きましょう先生。あらあら、家へ助けてください。吸血鬼がいる、捕まって殺されそうになったところを逃げてきたんですよ。マジっすか。マジっすか、相当。いえいえ。吸血鬼ってどう思います。確かに不死の吸血鬼が城に住んでいるという噂はいろんな人から聞いたね。本当なんでしょうか。さあね、この先進んでみればわかるんじゃないかな。第7章、
再会の終着駅。そう、なんかこいつら急にフェンシング始めたんだよなそんな記憶だけ残ってる。入る前にね、いつものひらめきコイン探しから。大丈夫か、もう入っても大丈夫か。行くぞ。どうやら80問の謎を解いてきて。誰だよ。君たちをこの城に入るにふさわしい知恵のあるものと認めよう。いらっしゃいませ。クロイさん、突然失礼します。あ、この箱について調べています。この箱にかたどられている紋章はこの家のものですね。少しお話を聞かせていただきたいのですが。では旦那様にご相談してみましょう。旦那様にご相談してみましょう。中へどうぞ。クロイさんね、なんか声優いたぜ。トリセツ、トリセツ。すごい。ムービー入ります。ああ、屋敷というより城だな。クロイさんは平井、アメリカザリガニの相棒の方か。こちらへどうぞ。こちらへどうぞ。さあ来た。アンソニーは大沢隆夫さんです。我が屋敷へ。お話は大体わかりました金持ちってさ、こう無駄に長いテーブルのイメージだよね。呪われた箱と恐れられているルーク自分でお茶入れてたな。実に面白い話だ。この箱にかたどられた文様はミルクと砂糖で何か関係があるのではないですか。混ぜて。確かにその箱はこのフェルゼン家のものです。しかし何年も前に手放しました。見ての通り装飾が下品でしょ。下品でしょ。趣味に合わなくてね。なかなか素晴らしいものだと思いますが。おお、そう思うかね。そう思うかね。まあ個人的な趣味の問題だが。先生、あの人を何か隠してるんですかね。さあね、まだわからないよ。まだわからない。残念ながらお役に立てなかったようだが。じゃあ帰ろう。これも何かの縁だ。今宵は我が家でゆっくりとしていっていただきたいゆっくりしていってね。今日はお泊まりだ。ベッドの準備を頼む。はい。畳に直布団じゃないと寝れません。ん？すごい部屋ですね先生。さすがこの町で一番の不幸なことはある。こんな綺麗でいいところなのにどこかに吸血鬼が。まだわからないよ。アンソニーさん自身が吸血鬼かもしれない。そんなわけないです。普通にいい人に見えました。でも先生、ちょっと気になることが。あれ、50年前の写真に写ってましたよね。全く年取ってないような気がしたんですけど。君も気づいたようだね。確かに不可解だ。一緒に写っていたパポラッチさんは老人だった。アンソニーさんといい、この屋敷といい、何かとてつもない秘密があるようだ。さ、いつもの勘ってやつですね。とにかくこの城を少し調べてみたいね。この部屋の中から始めることにしよう。絵がかかっているよ。町の絵だよ。お、この町の絵は描かれた日付が50年前ですね。この町は時間が止まっとる。見てごらん、絵がかかっているよ。舞踏会の絵のようだ。あらあらあら。どうやらこのフェルーゼン家は本当に由緒正しい絵柄のようだね。寝る前にこんな謎はどうだい。寝るの。舞踏会の絵、二人がまるで宙に浮いているように見える不思議な絵だが、正しい見方があるとか、絵の中で明らかにおかしな部分がその見方のヒントになるというのだが、明らかにおかしく見える部分を、囲んでほしい。こんな感じ？こんな感じ？よしよし。じゃあ、とりあえず。まあまあ、地面がここだとすると、まあ、光が反射してて影が映ってる。ここ明らかにおかしいよね。
らかにおかしい。全部が明らかにおかしいんだけど。反射してるのにこの人たちがみたいなことなのか。ここも明らかにおかしいし、ここも明らかにおかしいし。おっさん。一応おかしいとしてたらやっぱここがで地面反射してるっていうことかな。まあまあ一回行ってみるか。さあどうでしょう。英国少年明らかに反射してるよね。当然です。正解でした、ね、実はこの絵は上下が逆で床絵の映り込みを描いていたのだ。踊る二人の姿があまりに美しかった。私にはとてもこの美しさは描けないとかなんかそんなこと言ったんだわ。ちょっと何言ってんのか分かんない。それにしても綺麗な絵だね。おや、この二人はアンソニーさんとカティアさんですかね。さあルーク、もう寝よう。今調べるって言ったじゃん。寝るまで早い。屋敷を調べよう、寝よう。タイムリープしてしまったのか。どういうことなんですか先生。先生、あれはカティアさん。カティアさんは髪の毛はこんなに長くないよ。確かに似ているわ。どういうことでしょうか。キャッバレたか。心配はいらないよ。彼らは今夜のごちそうさ。吸血鬼。いかにも新鮮そうじゃないか。気がついたかい。久しぶりに新鮮な血を味わえて私も嬉しい。もう味わわれたの。どういうことだ。どういうことだ。縛られて。やっぱりお前は吸血鬼だったんだな。今頃気づいても遅かったな。さあ、ね、儀式の準備にかかるとしよう。君たちはせいぜい最後のご歓談でも楽しんでおいてくれたまえ。このままじゃ食べられちゃいますよ。落ち着ける。こんなこともあろうかと。な、縄抜けの謎を用意しておいた。縄でぐるぐる巻きにされた男が杭の間に放置されている。縄はほどけそうにないが足は自由だ。なんとか杭を引き抜いて逃げ出したいのだが、このまま走り出すと杭に引っかかってしまう。大急ぎで引っかかる杭を引き抜くとしたら、どの杭を引き抜けばよろしいかな。これ全部が一本のロープにつながっているようだ。よし、なるほど。ということはこのまま走り出したとして、
何か一本抜けば絡まらずに済む。ここが、ここがこうなっているから、走り出したらこれはこっちにキュロンって抜けるから、これは別に抜かなくていい。同じようにこっちを見て、ここもこうなってるから別に引っかからないはず、抜かなくていい。ここもこうなってるだけで何かと引っかかってないから、ここも無視してよし。ここもこうなってるだけ、ここだよね明らかに。こいつを抜け。一本とは言ってないとか言われそうで嫌だな。線があるんだよね、こっちの線が。ヒント、コイン余りそうだから使っとく。メモ帳でロープをたどってみる。一本だ。お、中から左側は大丈夫そう。まあこれかこれなんだけど、多分こっちだと思うんだけどな。こう入ってこうなって。あ、そういうこと。ここロープの内側にある。ロープの外側にある。で、これロープの、これこうやって見ると外側だ。で、ほら。これ一本だけ、これほら外にあるのに、これだけ内側にある。お前か。さて、これでどうかな。よし。当然さ。当然さ。英国紳士としてはね。英国紳士として当然なの？英国紳士は当然のように縄抜けができなきゃダメなのか？英国紳士は縄抜けができて当然さ。